皆様こんばんは。本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。またマスクの着用、手指消毒、検温など感染症予防対策にご協力をいただきまして誠にありがとうございます。それではただいまより長崎県主催、西日本新聞社共催によります地域活性化シンポジウム、長崎が近づく、西九州に新幹線がやってくる、2022年秋西九州新幹線開業を開会いたします。たびたび皆様にはお伝えいたしておりますが、コロナウイルス感染拡大防止に関するお願いでございます。会場内のお席は一部を除き自由席となっておりますが、間隔を空けておかけいただいております。ロビーやホール内での会話はなるべくお控えいただきますようお願い申し上げます。特に大声での会話はご遠慮ください。なお、お帰りの際にはロビーでの混雑、密を避けるためブロック別に会場のご案内を申し上げます。セミナー終了後はアナウンス申し上げますので、それまでお席にいておかけになったままお待ちくださいませ。それではここで本日のプログラムを簡単にご紹介させていただきます。まず第1部は長崎県知事中村報道よりご挨拶を申し上げました後、西九州新幹線開業に向けた長崎県の動きについて講演を申し上げます。その後、九州経済調査協会事業開発部長の岡野秀幸様より九州新幹線全線開業から10年の効果についてご講演をいただきます。ご講演後、休憩を挟みまして第2部のパネルディスカッションへと進めてまいります。パネルディスカッションでは西九州新幹線かもめを地域にどう生かすかをテーマに、九州観光推進機構会長の唐池浩二様、そして雲仙市の小浜温泉、海を見渡す個室露天の宿伊勢屋の大神でいらっしゃいます草野由美子様、そしてジャパネット高田創業者の高田明様、 RKB 毎日放送エグゼクティブアドバイザーの納富雅子様、そして富山市前市長でいらっしゃいます森正史様にご登壇いただきます。また本日お配りいたしました封筒の中にアンケートをお入れいたしております。今後の参考にさせていただきたいと存じますので、皆様ご協力をお願いいたします。申し遅れました、私本日の司会を務めてまいります、フリーアナウンサーの飯塚ひとみと申します。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。それでは早速第1部へと進めてまいりたいと存じます。はじめに主催者を代表して長崎県知事中村報道よりご挨拶と、西九州新幹線開業に向けた長崎県の動きについてご講演を申し上げます。それでは中村知事お願いいたします。その都度多くの関係者の熱い思いと懸命な
努力の積み重ねによってこれを乗り越え、いよいよ来年秋に開業を迎えようとしております。本年9月には武雄温泉から長崎に至るレールが全て敷設され、沿線の各都市においては駅舎をはじめ周辺地域の整備が進み、町の佇まいが大きく変わってきており、開業の日がいよいよ間近に迫りつつあることを実感しているところであります。長崎県ではこの新幹線の開業をはじめ、九州 IR の推進、長崎空港の24時間化に向けた環境整備、長崎港松ヶ谷国際観光船埠頭のツーバース化、佐世保市のクルーズ拠点港としての機能整備、さらにはジャパネットグループによる長崎スタジアムシティ構想など、さまざまな大型プロジェクトが現在進展中であります。私たちはこうした長崎の大きな変化を県内経済への波及にとどめることなく、九州全体の地域活性化にもつなげていきたいと考え、官民一体となった広域的な連携協力のもと、それぞれのプロジェクトの推進に全力を注いでいきたいと考えております。また皆様ご承知の通り、長崎県には2つの世界遺産や4つの日本遺産に代表される、他の地域にはない多様な歴史や文化、特色ある観光資源にも恵まれております。新幹線開業によって利便性が高まり、皆様方にはこれまで以上に本県をご訪問いただきやすくなってまいりますことから、私どもはこれまで以上に心を込めたおもてなしでもって皆さんをお迎えし、皆様に長崎に行ってよかった、もう一度行ってみたいと思っていただくことができるよう、現在県内各地域で受け入れ体制の整備に力を注いでいるところであります。本日は西九州新幹線開業まであと1年と迫る中で、福岡県をはじめ九州の皆様方に長崎がどう変わろうとしているのかを知っていただきたいと考え、長崎が近づく西九州に新幹線がやってくると題して本シンポジウムを企画させていただいたところであります。この場と私から今少し長崎県の現状説明をさせていただきますが、その後九州経済調査協会の岡野部長から、九州新幹線全線開業から10年の効果として先行開業されました鹿児島ルートのお話をご紹介いただきます。またパネルディスカッションでは各分野でご活躍中の皆様方をお招きして、西九州新幹線かもめを地域にどう生かすかということをテーマに、さまざまな視点からご議論を頂戴したいと考えているところであります。どうか皆様方には本日は最後までよろしくお願いを申し上げます。
それでは引き続き西九州新幹線開業に向けた長崎県の動きについてお話をさせていただきます。現在長崎県内では西九州新幹線の開業や佐世保市ハウステンボス地域への IR の誘致をはじめとしてさまざまな大型プロジェクトが進んでおり、それに伴い町が大きく変わろうとしております。日本最初の国立公園であり、国内有数の温泉地でもあります島原半島の雲仙温泉では、近年旅行形態の変化に伴い滞在型観光の拠点として宿泊施設のリノベーションが進み、質の高いサービスが提供されるようになっております。また異国情緒が漂う城下町の平戸では、平戸城で全国初の城泊が開始されるなど、全国的にも話題性のある取り組みが進められております。そして古来から大陸との架け橋であり、多様な自然や歴史文化を有する離島地域においては、民間事業者による投資の動きが活発化し、質の高い宿泊施設の整備が加速しております。また壱岐地域においてはイルカパークがリニューアルされ、対馬地域においては対馬博物館の整備が進められており、離島の魅力がますます高まりつつあります。さらに西九州新幹線の開業に加えて、国内外から多くのお客様をお迎えするため、長崎県の海と空の玄関口であります国際クルーズ港と長崎空港については、さらなる受け入れ機能の強化に取り組んでおります。この他にも長崎県を訪問していただいたお客様に 120% 満足していただけるよう、県内ではさまざまなプロジェクトが進められておりますので、皆様方には新幹線開業を機に、ぜひ長崎にもお出かけいただきますようお願いを申し上げます。続いて西九州新幹線の開業についてお話をさせていただきます。来年秋に開業する武雄温泉長崎間の路線名称は西九州新幹線とされ、最新車両の N700S が導入されます。列車名称は皆様にも馴染みのあるかもめになりました。武雄温泉駅で新幹線と在来線特急を乗り換える対面乗り換え方式で開業を迎え、長崎武雄温泉間は新幹線が、武雄温泉博多間は特急列車が走行し、長崎博多間の最速の所要時間は30分短縮され、約1時間20分になります。この対面乗り換えとは、通常の乗り換えのように階段の上り下り、あるいは改札の通過の必要はなく、同一ホームの両側で新幹線と在来線の間を平面的な移動で乗り換えることができる方式であります。鹿児島ルートの部分開業の際にも新八代駅で取られていた方式であります。またこの新幹線開業に合わせて JR 佐世保線の高速化工事も進めており、現在佐世保博多間を運行しております特急列車緑の一部車両は振り子車両が導入され、所要時間の短縮が図られることとなっております。このように西九州新幹線の開業により、九州内からあるいは関西や中国地域等から長崎県内へのアクセスが格段に向上してまいります。続きまして新幹線沿線駅についてご説明いたします。ご覧いただいている画面の左上でありますが、大村市であります。大村市では新しく新大村駅が建設され、これまで列車を使って直接お越しいただけなかった地域に新幹線が停車することとなります。駅周辺は民間開発が予定され、近隣には車両基地も建設されるなど、
新駅を中心とした新しい町づくりが進められております。大村市の見どころといえば、日本桜名所100選の地に選ばれた大村公園であり、大村市の居城であった福島城跡があります。また食べ物は郷土料理であります大村寿司がおすすめです。下の方、諫早市でありますが、新幹線駅では珍しく高架駅ではなく地上駅で整備されており、合わせてテナントやホテル、バスターミナルなどを併設する再開発ビルも建設されました。諫早市の見どころといいますと、春には10万本の菜の花と桜、秋には20万本のコスモスが咲き乱れ、天体観測や撮影スポットとしても名所となっております白木峰高原です。また食べ物は京都の楽焼きの器に入った諫早楽焼きうなぎが人気となっております。一方、諫早市は島原半島の玄関口でもあり、本日の資料に添付させていただいております直行タクシーやフリー切符をご活用いただければ、雲仙温泉や小浜温泉、世界遺産の原城など島原半島各地へお気軽に足を伸ばすことができます。また諫早市をご訪問いただいた皆様方には、市内中心部の神社仏閣や公園など1、2時間程度でタクシーの乗務員が案内するちょこっと諫早観光というプランも準備されております。続きまして、終着駅の長崎市です。長崎駅では新幹線駅整備、在来線駅の高架化をはじめ、駅構内にショッピング施設や飲食施設等が新しく整備されます。駅周辺には大型コンベンション施設出島メッセ長崎や新しいホテルヒルトン長崎も建設され、昨日開業を迎えました。 JR 九州による新しい駅ビルも建設中であり、2023年秋に開業の予定です。右上をご覧ください。長崎駅は東京ドームでも使用されております白い幕屋根で覆われております。幕屋根は光を通しやすく、夜にはホームの照明が外に漏れて、長崎市自慢の夜景の魅力増進にも寄与することと期待をいたしております。長崎駅周辺では本日パネリストとしてご登壇いただきます高田明前社長が創業されたジャパネットグループによる長崎スタジアムシティプロジェクトが進行中であり、サッカースタジアムを中心にアリーナ、オフィス、商業施設、ホテルなどを民間主導で整備を進めていただいているところであり、令和6年完成の予定となっております。スライドの下側、中央でありますが、旧長崎県庁庁舎の跡地の活用であります。この場所は古くから教会や長崎奉行所等が置かれた長崎を象徴する場所であり、国史跡の出島と隣接し、古い石垣も残されております。石垣の上は日常的にイベント等に使える広場を設け、石垣下は食や物産などの魅力発信を行うにぎわいの空間を整備します。また隣接をする県警本部の跡地には産学館のオープンイノベーション拠点を整備する予定といたしております。一方、長崎市内のホテルでは地元食材を活用した朝ごはんと散歩やサイクリング、ヨガやシーカヤックなどの体験を組み合わせたお得な宿泊プラン朝旅長崎を準備しております。続きまして、西九州新幹線の開業に向けた取り組みについてご紹介いたします。先般、
県内で開業1年前イベントを開催いたしましたが、先行して開業した北陸新幹線金沢開業の事例をお聞きし、地域で新幹線をどう生かしていくのかを議論いたしました。また左上にありますように、本県出身のタレント長濱ねるさんを西九州新幹線長崎県広報大使に任命し、今後機会あるごとに長崎県や西九州新幹線を発信していただきたいと考えております。また10月30日からは JR 大阪駅を中心に関西や中国、福岡の主要駅で西九州新幹線開業や長崎県を PR するプロモーションを実施中です。 JR 博多駅のデジタルサイネージでも左下のようなデザインを現在掲載しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。右上であります、長崎県内の経済団体の青年部が中心となって実行委員会を設立し、手を振ったり旗を振ったり、あるいは横断幕の掲揚などによるお出迎え、お見送りなど、新幹線開業に向けて心温まるおもてなしを現在検討中であります。また県内各地域ではそれぞれの特色を生かした体験プログラムなどの準備も進めております。右下に紹介しておりますが、雲仙仁田峠プレミアムナイトは、夜間雲仙仁田峠にロープウェイで登り星空を鑑賞できるバスツアーであります。佐世保運行クルーズは、港町佐世保をガイドの案内を聞きながら巡るクルーズ観光であります。この他にもさまざまな体験を準備しているところであります。続きまして IR についてご説明いたします。本県では九州各県や経済団体の皆様のお力添えを賜りながら、九州長崎 IR の実現を目指しております。本年1月から設置運営事業予定者の公募を開始し、応募いただいた県と国内外の5つの事業者の中から先般カジノオーストリアを選定いたしました。カジノオーストリアはヨーロッパなど世界各国での事業実績を生かしながら、伝統的で高級感があり、隣接するハウステンボスの景観とも調和した世界最高水準の IR を実現し、さらにはこの IR を拠点とした観光産業革命の実現を目指すされております。こうしたコンセプトのもと、九州長崎 IR には国内最大規模の MICE施設、外資系の高級ホテルブランドが運営する2000室規模の宿泊施設のほか、歌舞伎やアニメ、ゲームといった我が国の文化等を発信するジャパンハウス、さらにはメディカルモールや大型ショッピングモール、美術館、ヨーロッパ風のカジノ等を整備し、開業時における総事業費を約3500億円、年間来訪者数を約840万人とするご提案もいただいているところであります。本件としては、来年4月が期限となっております区域認定申請に向け、この設置運営事業予定者とともに、事業計画のさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。続きまして、九州が一体となった IR の推進体制についてご紹介させていただきます。 IR は建設時の工事発注、運営時の各種調達、さらには広域周遊による観光消費など、関連する業種が多岐にわたる裾野が広い産業であります。海外の事例では、施設内で提供される食材や飲食物、清掃や園芸サービス、リネン類のクリーニング、
安全安心を支える保安警備など多種多様な物品やサービスが地元企業に発注されております。カジノオーストリアからは地元からの調達が可能なものは地元調達 100% を目指すとされ、地域経済の活性化に資する提案もいただいているところであります。こうした中、本年4月九州経済連合会や九州商工会議所連合会をはじめとする経済団体、さらには九州各県並びに議会が一体となった九州 IR 推進協議会が発足いたしました。この協議会では IR 実現に向けた機運の醸成に加え、 IR 事業者からの多種多様な発注の受け皿作りや事業者間のマッチング、さらには九州長崎 IR を拠点とした広域周遊観光の構築に向けた準備が進められております。長崎県といたしましては、今後ともギャンブル依存症など懸念される事項の最小化に向け万全の対策を講じながら、観光関連産業や地域経済を活性化し、九州の地方創生にも貢献できる九州長崎 IR を実現してまいりたいと考えておりますので、引き続きお力添えを賜りますようお願いを申し上げます。次に国民文化祭についてご説明させていただきます。本年7月、令和7年度の第40回国民文化祭の長崎県での開催が内定いたしました。国民文化祭は地域の文化資源などの特色を生かした全国規模の文化の祭典で、天皇皇后両陛下が地方を訪問される四大行幸啓の一つとなっており、長崎県では初めての開催となります。また平成29年度からは全国障害者芸術文化祭も一体的に開催されており、長崎県ではこれから開催に向けた準備に取り組んでいくことといたしております。下の方は県内の大型プロジェクトの大まかな流れをご紹介させていただいております。今年の出島メッセ長崎、ヒルトン長崎の開業をはじめ、来年秋の西九州新幹線開業、2023年秋は長崎駅の新駅ビルの開業、2024年は長崎スタジアムシティの開業、2025年は国民文化祭の開催、2027年は九州長崎 IR の開業を予定しているところであり、こうした大型プロジェクトが順次完成を迎えてまいります。ご出席の皆様方におかれましても、ぜひ長崎に足をお運びいただき、変わりゆく街の様子をご覧いただきますようお願いを申し上げます。結びになりますが、長崎県は今100年に一度という大きな変化の時期を迎えております。私たちはこうした長崎の大きな町の変化をしっかりと地域の活性化に結びつけることができるように、これからも全力を注いでまいりたいと考えているところであり、皆様方におかれましてもぜひご理解ご支援を賜りますよう心からお願い申し上げる次第であります。ご清聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、基調講演へと進ませていただきます。講師は今年で75年を迎えられました民間シンクタンク九州経済調査協会の事業開発部長岡野秀之様です。これまでに主任研究員や調査研究部長として
として九州経済白書の刊行に携わり、地域の産業を調査分析し、九州の成長に向けた戦略や方向性をご提言されていらっしゃいました。本日の演題は、2011年に博多鹿児島中央間で開業した九州新幹線全線開業から10年の効果です。それでは改めまして、大きな拍手をお願いいたします。岡野秀幸様です。よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。ただのご紹介いただきました、九州経済調査協会岡野と申します。今日はですね、来年秋に開業する、長崎新幹線、この効果をですね、地域にどうやって波及していくかというのがテーマになっていると思いますが、いわゆる、10年前に開業した、九州新幹線のですね、この10年の動きを見ると、その中がですね、いろいろと見えてくるものがございます。ですので、私どもで今回調査した内容でございますので、20分という短い時間でございますが、お話をさせていただければというふうに思っております。私ども休憩庁は地元の経済をですね、研究する民間のシンクタンクでございます。もう75年、さまざまな調査研究をやっておりまして、多分皆様九州経済白書というふうに言えばですね、ご理解いただければと思いますが、そういったものを出しているところでございます。で、私自身はですね、さまざまな地域産業に関する分析をこれまでやってきておりまして、こちらの九州経済白書で、都市の再構築というのをテーマに選んだこともありますが、この時にもですね、かなり新幹線の効果というのはですね、大きいということを、述べたことがございます。で、こういった形で、白書ですとか、月報ですとか、こういったものを私ども出している機関でございます。これ資料、皆さんお手元にありますので、後でゆっくりご覧いただければと思います。で、私ども図書館を運営しておりますが、満鉄調査の流れを踏んでおりますので、こういった資料も図書館にございますので、よろしかったらぜひいらしてください。で、今日はちょっとこの辺は飛ばしますが、主に、今回、こちらですね、10年の効果と影響というものを、この4つの視点から、少し紐解いていきたいというふうに思っております。人の動き、交通体系が変わったというところ、それから企業の活動がどう変わったか、特に、福岡ではなくて熊本ですとか鹿児島ですね、こういったところで、どういうことが起きたのかということをお話ししたいと思います。そして、観光レジャー、商業の街づくりですね、といったものでございます。でなおですね、この今日の報告に関しましては、私ども休憩庁だけではなくて、熊本と鹿児島にありますシンクタンクとですね、3社で連携をして行った調査になります。で、私どもずっとですね、連携をしていろいろと調査研究をやってきたんですが、この新幹線に関してはですね、やはりこの全域、九州全域にですね、かなり大きな、結論から言うとプラスの効果が出ておりますので、そのあたりをですね、しっかりまとめたいということでやっているのでございます。で、まず九州新幹線のインパクトということを少しお話をしたいと思いますが、こちらですね、一番大きな効果はやはりこの関西から、中国地方、これが全てつながるということで、かなりのマーケットにですね、鹿児島ですとか熊本が直結をしたというところが大きいのかなというふうに思っております。で、これは私どものデータサラダというもので見たものですけれども、これ人口のですね、規模感を縦のグラフで表しておりますが、こういったその人口集積地と直接つながるということで、鹿児島、熊本がかなり大きなマーケットをですね、手に入れることができたということが言えるのかなというふうに思っております。で、こちら九州の中で、見たものですけども、九州新幹線でこの流れがつながったわけで、今回西九州でですね、長崎の方までがつながるということで、そういう意味では先ほど示した中国地方、それから関西、このマーケットをですね、長崎がどう取り込んでいくのかというのが大きな課題にもあるという
かと思います。で、まあ、影響ですね、もう簡単にまとめますと、この3点あります。一つは、九州の南北間の時間距離が劇的に短縮したということになります。で、まあ、これですね、ちょっと絵で表してますけど、北九州、福岡が、まあ、もともと15分で新幹線で結ばれております。で、熊本と福岡が約30分になりました。なので、まあ、この2本、これ1本15分というイメージでこう書いています。それから、熊本と鹿児島が45分という距離になりました。なので、この距離感というのは、一つの町の中の移動とあまり変わらないぐらいのですね、距離感じゃないかなというふうに思います。まあ、これだけ、福岡から鹿児島というのはかなりこう距離的には遠いんですけども、時間距離が劇的に短縮したというのは非常に大きな意味があるということです。で、これに伴いまして、この南九州の方と関西の方のアクセスが格段に向上しまして、関西まで、熊本から3時間、鹿児島から4時間という距離になってきます。で、人の交流というのは、大体3時間以内になってきますと、日帰り交流がかなりできるということが言われておりまして、熊本がですね、関西と完全に日帰りの交流圏になったという大きなインパクトがございます。で、それから、都市間のこういった距離が縮むわけですけども、これによって新幹線通勤というのが、需要がかなり実は増加しております。で、こちらちょっと、2011年の全線開業から、5年の定期の数、販売の状況を書いてますが、博多熊本の定期の売り上げもですね、かなり大きいですけど、ここ実は鹿児島中央とですね、仙台、薩摩仙台市というところのこの定期の数ですね、400人とか600人の方が毎日こう通勤されているわけですけど、これ非常に大きな数字になっております。で、これは薩摩仙台と鹿児島っていうのが大体ですね、1時間弱ぐらいかかっていたものが12分で結ばれることになりました。12分です。博多からどうですかね、藤崎ぐらいですかね、西陣とそのぐらいの距離です。なので、この薩摩仙台市はですね、通勤定期の新幹線定期代を補助するということをやりまして、この駅前にパーク&ライドのですね、駐車場を整備したりですとか、こういったマンション住宅開発を駅前に行いまして、かなりですね、鹿児島に通う方の定住というのを促してきたわけです。こういったこともですね、新幹線を使ってできるようになるということかと思います。で、こちらですね、ちょっと時間距離を福岡からの時間距離を見た地図です。例えば鹿児島っていうのは地図で見ますとここになるわけですが、今はこの距離ですね、約80分、このラインが60分です。ここです。で、熊本は今35分ですから、ここです。ですから実際のこの地図の距離よりもかなり近いということになるかと思います。今長崎は2時間弱ですので、ここですけど、今回開業で1時間20分ということで、この辺りまで来ますけれども、そういう意味では、こう地理的な地図とはですね、違う絵が描かれてくるということですね。これが非常に大きなインパクトを与えるということかと思います。で、熊本、大阪は3時間。ということで、もともとは4時間ぐらいかかっていたものが約1時間短縮されて3時間になりました。それから鹿児島、大阪っていうのはもともと5時間かかっていたものが4時間を切りましたということですね。で、鹿児島から見ますと岡山ぐらいまではもう3時間圏内に入っているわけです。で、そういう意味では鹿児島は、広島、岡山、この辺りのマーケットっていうのはもう完全に日帰りでですね、人が行き来するようなことができるようになったということですね。長崎の場合もですね、こういったその広島、岡山、こういったところとか関西の人ですね、先ほどキャンペーンでこれからされるという話ありましたが、こういったところの力をですね、いかにこう引きつけていくかというのが大きな課題になりますし、非常に大きなインパクトをもたらすというふうに考えられるかと思います。で、こちらですね、熊本、鹿児島で、この最初部分改良した時です
ですね、2004年に新八代から鹿児島中央までが部分開業しましたが、人の動きっていうのは大体 2.29 倍になりました。かなり増えています。でそしてその上で、さらに全線開業した時ですね、さらにまた一段増えました。ですので、新幹線の開業前と比べると3倍以上ですね、人の動きが活発になったということでございます。でその後、後でまたデータこの先も示しますが、その大きく落ち込むこともなくですね、こういった動きがずっと続いてきているということですね。これ長崎で考えても、こういったことが十分に起こり得るわけでございます。もちろん魅力がない地域には行きませんけども、人は行かないと思いますが、長崎今知事がご説明あったようなところですね、たくさん取り組まれておりますし、もともと魅力ある地域でございますので、こういったことが起こるということです。これに対してどうやっていろんな地域が準備をしていくかということだと思います。で、結論から言ってですね、その新幹線ができることで、その広域交流に対して、新たな需要をですね、作り出すことが、できたんじゃないかと。九州新幹線の場合ですね、こういうふうに考えているわけでございます。で、熊本、大阪、開業前と開業後、先ほどその数字が増えましたという話しましたが、実は、JR がですね、開業前、18万2千人だったものが44万8千人、もちろん新幹線ができて大幅に増えました。で、同時にですね、この地域は飛行機も、飛んでいますので、飛行機どうだったかというと、そこまで落ち込まなかったんですね。それから鹿児島に至っては、新幹線で、こちらですね、10万人から約30万人が3倍にこう増えて、さらに飛行機での航空機での移動もですね、鹿児島、大阪が100万人から108万人というふうに逆に増えているわけです。ですので、新幹線効果で、新幹線だけじゃなくてですね、こうやって飛行機で移動する、要は広域交流自体増えてくる。でこれはなぜかというと、この新幹線と飛行機の間で、当然こう競争が激化して、いろいろサービスが向上したりですとか、価格が割引が設定されたりしてですね、非常に動きやすくなるわけですね。選択肢も多様になります。ダイヤもいろんな形で設定がされたりします。なので、こういう意味では、こう潜在需要をですね、非常にこう掘り起こすことが、できたというのが九州新幹線の開業だったのかなというふうに思います。でそれから次ですね、九州新幹線のちょっと特殊事情というのがあります。これは何かというと、この西九州新幹線もそうです。こちらなんですけど、新幹線というのはですね、基本的には全て東京と直接結びついているわけですね。今日富山からも市長お越しですけど、富山の方も東京につながるというところが大事なわけですが、九州の新幹線というのは大阪、新大阪止まりですね。これは全国の新幹線で九州新幹線が初めてだったんです。なので、開業するときはすごく皆さん心配されました。一番需要がある東京との間はつながらないじゃないかという話だったんです。しかしながら、九州新幹線はですね、その後も非常に利用が進んで、どういうことになったかというと、その地域内の交流を促すという意味で非常に大きな役割を果たしたということが言えるというふうに思います。JR 九州はですね、もちろん、編成を短くして多頻度運行したりとか、グリーン車クラスのですね、シートを普通席とか指定席導入したりとか、そういう意味では車両のクオリティも高くしてですね、利用促進もちろん図っているわけですが、そういうのが、ことがですね、構想して、非常にこう東京とつながらなくてもですね、新幹線が非常にこう有効に機能するということが、この九州新幹線で、証明されたということかというふうに思います。でこちらはちょっとそのイメージですけど、熊本、東京は200万人、この需要に対して熊本、大阪で90万人とかですね、熊本と山陽沿線で143万人ということで、やっぱりこう東京と、人の移動としてはやっぱり東京とのつながりが大きいんですが、ただ実はこのやはりこう山陽新幹線沿線ですね、ここのマーケットもやはり大きいんですね。なので、西九州の新幹線もですね、もちろん大阪を睨むというのは当然なんですが、この途中のですね、岡山、
広島、山口、まあ、こういったところもですね、しっかりと、まあ、取り入れるということはイメージしながら、いろんな取り施策をですね、やっていかれたらいいんじゃないかなというふうには思います。で、これはちょっと繰り返しになりますが、まあ、熊本、岡山ですね、それから鹿児島、岡山、こういったところも、まあ、かなり2倍、3倍という人の流れ、プラスになっているという数字が出ているということでございます。まあ、こちらにちょっと書いてますけど、こまめな各地域の需要をですね、うまくこう取り込みながら、まあ、観光の誘客だったり、まあ、ビジネスですね、そういったことを進めていくべきだろうというふうに思います。それでは、まあ、こう本題の方に入りますが、10年の効果と影響ということで、まずは誘客需要と交通体系の変化ということで、今、大体、まあ、簡単に話をしましたが、ちょっと繰り返しになりますが、このような形でインパクト非常に大きいですよということですね。特にこの山陽との人の流れが熊本、鹿児島で非常に大きくなったということですね。でございます。で、それからですね、まあ、新幹線ができるということで、他の交通モードとですね、まあ、競争を当然するわけですが、まあ、共存を実は意外としていると、利用、住み分けをしているということがあります。で、こちらですね、